滝沢秀明と IMP の中国での出来事に関するファンの怒りが爆発。何が起こったのか滝沢社長が空港で体験したファンの熱狂と警備上の懸念とは ?IMP と滝沢秀明が中国でのイベントに参加し、空港でのファン対応が話題になっています。出待ちが問題視され、ファンがアーティストたちを囲みすぎることに批判が寄せられています。 ファンがサインや握手を求めるだけでなく、プレゼントを渡すこともあり、警備上の懸念が高まっています。中国でのエンターテイメント業界は、常に興奮と騒ぎで満ち溢れています。その一端を垣間見るのが、IMP と滝沢秀明の中国での出来事です。空港でのファン対応が話題となり、議論の的となっています。しかし、 この一連の出来事には背景にある複雑な要素があります。ずっとついてくる、話しかけ続ける、許可なくスマホを向け動画を撮るなどは、滝沢社長も今回しるべ的になりその、迷惑ぶりを実感されたと思うので、事務所全体での声明の発表、日本語以外の言語もあれば、小安心、や警備の方の配置など対策をきちんとしてくださると信じたいです。 空港での出待ちは多くの場合、アーティストとファンの情熱的な交流の一環とみなされています。しかし、この情熱が時として制御を超え、問題を引き起こすことがあります。ファンがアーティストに近づきすぎたり、警備上の懸念が生じたりする可能性があります。そのため、警備の強化や適切な対応が必要です。 空港での出待ちは法的には問題ないかもしれませんが、マナー違反とみなされることがあり、海外でも規制が強化されている傾向にあります。一方で、ファンの熱狂的な支援活動があり、アーティストとファンの関係性が変化しています。事件が起きないとは言えない状況です。ファンの安全を確保するためには厳重な警備体制が必要です。 渡されたものには注意が必要であり、すべての人がファンとは限らないことも考慮すべきです。日本だと迷惑行為と言われるのに海外だと良いのもなんかもやっとしましたとべは写真や、サインはダメだとケンくん言ってたけど違うのかな海外は OK なのかなあれは危ないですよね。 特に翔君は高価な物品につけてたからね。確かサインダメでう。子供さんだから断れなかったかもしれないですね。本当これからは警備対策してよくしいです。出待ちしてるファンの皆さんの様子は羨ましい限りでしたが、安全性考えて万全の体制で臨んでほしいですね。そうそう、今回、ジャクソンワンさんはファンの方に朝食を人数分購入し、 手渡ししていたのには行転しました。優しい方でしたね。振る舞いといい、行動も腰が低くて、忘れられないアーティストさんになりました。以前に翔君がビットンのショーに呼んでいただいて空港に行った時も、出待ちのファンがすごかったです。よねまだ改善されていないのかな本当に何かあってからでは。遅いので、早く見直してほしいですよね。これから海外で活躍すると思うので。 速急に警備を限界体制でお願いしたいですね。滝沢社長お願いしますと思います。会いたい気持ちやプレゼントを渡したい気持ちはわかるけど、すごく近かったから、怪我とか危ないし、プレゼントに盗聴器も怖いから、対策を考えてほしいですね。タレントが怪我しても、ファンが怪我しても悲しいだけです。大勢のファンの出待ちに誇らしげに思えたり不安になったり、 悔しい思いになったり、推しは大変。LV の将軍の空港はやばかったですね。今回はラの空港、本当に心配でした。まあ、動画が拡散されたから、私たち一般人でも知ったことですが、ジャクソンさんまでは行かなくても、あの半分くらいの人数でも、空港警備をお願いしたいです。ファンの熱意は理解できますが、 安全を考慮する必要があります。特に、高価な贈り物や盗聴器などの危険が潜んでいる可能性もあります。アーティストやファンが怪我をすることは避けるべきです。空港での出待ちには賛否両論あります。ファンはアーティストに会いたい気持ちが強い一方で、安全面やルールを守ることも大切です。警備対策の強化が求められています。 日本国内と国外でのファン対応の違いについても議論の余地があります。国内では我慢をしているファンもいますが、海外では異なる対応がされていることがあります。安全面やファンの気持ちを考慮した対応が求められます。一方で、マナー違反とされる行動も指摘されています。プレゼントの贈呈やサインの求めだけでなく、 時には個人的な領域に踏み込んだ行為が見られます。これらの行動はアーティストや他のファンにとっても安全上の懸念を引き起こす可能性があります。さらに、海外での出待ちは国や地域によって規制が異なる傾向があります。一部の地域では出待ちそのものが法的に問題ないかもしれませんが、マナー違反とされ、警戒が高まっています。 こうした状況下で、アーティストとファンの関係性は、より慎重なバランスが求められています。アーティストとファンの関係は重要ですが、安全を守ることも優先されるべきです。次回以降のイベントでは、安全対策を最優先に考えるべきです。事件が起きる前に対策を講じることが重要です。空港での警備強化は不可欠です。 プレゼントやサインの受け渡しは危険を伴うことがあり、早急な対応が求められます。ファンの熱意は理解できますが、安全を守るためにはルールを守る必要があります。日本と海外でのファン対応の違いについても議論があります。国内のファンは我慢をしている一方で、海外では異なる対応がされていることがあります。 事務所としてはファンの安全を最優先に考えるべきです。エージェント契約についても検討が必要です。危機管理は重要な役割を果たすため、適切な対策が求められます。ファンとアーティストの関係は大切ですが、安全を守ることも同じくらい重要です。空港での出待ちは危険を伴う行為です。対策を講じることなく放置しておくと、 取り返しのつかない事態に発展する可能性があります。ファン同士のマナーも重要です。この出来事を受けて、ファンコミュニティからは様々な意見が出されています。一部のファンは、アーティストとの交流を大切にする一方で、安全面やマナーの尊重を求めています。一方で、マスター活動と呼ばれるファンの積極的なサポートがあり、 アーティストとファンの関係性が変化しているとの声もあります。さて、このような事態を受けて我々はどのように対処すべきでしょうか警備強化や規制の厳格化は一つの解決策かもしれませんが、それだけでは根本的な問題を解決することは難しいかもしれません。ファンとアーティストの間には熱狂的な支持という絆があります。 その絆を大切にしつつ、より安全で健全な関係を築くために、様々なアプローチが必要です。こうした課題を解決するためには、ファンやアーティスト、関係者全体が協力し合う必要があります。安全性とマナーの重視はもちろんですが、同時に、情熱や愛情を大切にする心も欠かせません。バランスを取りながら、 より健全なエンターテイメント文化の構築に向けて努力を重ねることが求められています。日本国内と国外での対応が違うのはどうなんでしょうか国内の多くのファンの方は言うならば我慢をしているわけで、でも海外ではそうではない。一生懸命に押し上げようとしている日本国内のファンに対してはどうなんでしょうね安全面でも事務所としてぜひご一行ください。 最後に、今回の出来事を受けて、ファンやアーティスト、関係者、そして一般の人々が共に考えるべき課題は何でしょうか安全性やマナーだけでなく、エンターテイメント文化の未来についても、真剣に議論を深めていく必要があるでしょう。